フェイスフォードはアメリカ合衆国の女優である。1964年に保健屋の父親と学校教師の母親の元ルイジアナ州アレクサンドリアに生まれる。同じルイジアナ州のパインビルで育ち、パインビル高校へ進学。高校時代から演劇に携わっており、同校を卒業後、ニューヨークへ渡り、モデル、CM 女優としてキャリアをスタート。 1983年にテレビドラマ One Life to Live でテレビデビューを果たし、同年に制作されたソープオペラの Another World ーーでレギュラーキャストとして出演。後にロサンゼルスへ移り住んだ後も、シットコムのポップコーンキットや t v キャスターマーフィー・ブラウンなどへ出演して経験を積んだ。ちなみにマーフィー・ブラウンには、 レギュラーキャストとして122エピソードに出演しており、1991年と1992年にゴールデングローブ賞にノミネートされている。現在も様々な映画やテレビドラマへ出演し、キャリアを重ねている。女優業の傍ら、2004年に料理本、クッキングウィズ・フェイスを出版した。1989年に俳優権。 キャスティングマネージャーのロバート・ノッティンガムと結婚したが、1996年に離婚し、1998年に映画監督、俳優、映画プロデューサーのキャンピオン・マーフィーと再婚した。ちなみに3歳年上のデボン・オデイという姉がおり、カントリー専門のラジオパーソナリティをやっている。ありがとうございます。